ウォークマンの製品一覧。ウォークマンの製品一覧とは、ソニーがウォークマンブランドで発売した、ポータブルオーディオプレイヤーを列挙した一覧である。便宜上、ウォークマンに関連性の深いディスクマンブランド等の製品も合わせて列挙する。現在は、フラッシュメモリ型と区別するために、カセットウォークマンもしくは、ウォークマン、テープと表記されることがある。2010年。 平成22年10月22日、日本国内での販売終了が発表された。1997年、平成9年9月までのモデルは D-82 を除き、ディスクマン ESP 搭載モデルは、ディスクマン ESP。1997年、平成9年10月からのモデルは、CD ウォークマンである。相性の違いで、ロゴ以外に、 基本的に異なる点はない。また一般にはメーカーの相性を切り替え以前から CDO ークマンと認知されていた。2014年、平成26年に DEJ002 と DNE241 が販売終了して姿を消した。1988年、昭和63年に初代機 GV-8 が発売。1990年11月に 初代発売。2005年の TCDD100 生産出荷終了をもって姿を消す。なお、いずれのモデルも180分テープには対応していない。1992年より展開。2000年後半からは MDLP に対応し、2004年からはハイ m d e 対応モデルも登場。九百九十年代後半から二千年代前半にかけて、 主力製品であったが、2011年の MZ-RH1 生産出荷終了をもって姿を消した。MDO クマンの相性を使用しない。また、全機種にマイクスピーカー、モノラルを内蔵し、音声の録音に特化している。MZ-B10 の生産完了をもって姿を消した。ネトムドに対応している。MZ-NE810 以外は、 R シリーズに搭載されている録音機能も搭載されており、事実上 R シリーズの後継シリーズとなった。DH シリーズは、はい、m d フォト対応。2001年11月21日に初代発売。d b 7000S の生産終了をもって姿を消す。1999年12月より展開。現在の主力製品である。当初は、 ネットワークウォークマンの名称で発売していたが、現在はウォークマンとして発売されている。ただし現在でもごく一部でネットワークウォークマンの名称が使用されることもあるほか、カセット型と区別するためにメモリータイプウォークマンや NW ウォークマンと表記されることもある。初期のネットワークウォークマン、マジックゲートに対応したメモリースティックを使用する。 1999年12月より展開。2004年7月より展開されたハードディスクタイプのオークマン。特徴は他社のハードディスクプレイヤーを引き離す抜群のスタミナで NWHD3 までのモデルは最大で連続30時間再生。NWHD5、HD5H ではハードディスクプレイヤーでは世界最長の連続40時間再生を実現した。 一方で NW HD1、HD2 では当初、MP3 非対応だったことから大きな批判を呼び、HD3 以降の NW ウォークマンが、MP3 をはじめとするヒアトラック系コーデックへの対応を進めるきっかけとなった。2000年6月より展開。当初は MS シリーズと共にネットワークウォークマンの主流であったが、2006年以降は、 X シリーズ A シリーズ S シリーズに次ぐエントリーモデルとしての位置づけになっている。NWHD1 と NWHD2 は新たに FM チューナーを搭載した以外、機能、音質面で従来モデルを継承しているが、バーチャル本テクノロジー、VPT は省かれている。欧州モデルはアトラック未対応で、エクスプローラ上からドラッグドロップで転送できる。 2005年9月に発表され、11月より展開されたシリーズ。A シリーズの A は、オールインワン、すべてを備えた、アドバンスと、進歩した、アトラクティブ、魅力的なの頭文字を意味し、ウォークマンを象徴するトップモデルに位置づけられている。2006年は、S シリーズの投入により、2012から13年は、アンドロイドを搭載した。 F シリーズの投入により生産休止となっていた。2014年にハイレゾ音源に対応したモデルとして復活した。日本では未発売のモデル。楽曲の転送にソニックスティッチ及び X アプリは、モチいず PC にフレイヤーを接続した際は、マスストレージクラスデバイスとして認識されるため、PC 側の OS 環境のファイルシステム環境。 ドラッグドロップやコピー等を用いて行う。そのため原理上、アトラック3、アトラック3プラスや DRM による楽曲データには対応せず、MP3 と DRM なしの WMA にのみ対応している。FM チューナー内蔵。2006年9月より国内展開。もともとは海外で S2 スポーツブランドとして展開していたが、 NWS700-600 発売時に S シリーズの S をスペシャライズドと再定義した。そのため本シリーズはある機能に特化した一連のモデルを指す。現在のメモリータイプウォークマンの主力である。2009年4月12日に発表され、4月25日から発売されたシリーズ。A シリーズがトップモデルに位置付けられていたのに対し、X シリーズは ウォークマン史上最高峰のフラッグシップモデルに位付けられていた。アンドロイドを搭載した事実上 X シリーズの後継モデル。アンドロイドを搭載。機能的には Z シリーズに近い。事実上の A シリーズの後継モデルとして発売されたが、その A シリーズは2014年11月に復活している。ハイエンドモデルで、 X および Z シリーズの事実上の後継モデル。FM チューナーは搭載されておらず、ヘッドホンも付属されていない。ZX シリーズでは全て、MAX との接続にも対応している。フラッグシップモデル。2016年秋より展開される、ソニーのフラッグシップシリーズ、シグネチャーシリーズにも属する。これも FM チューナーは搭載されておらず、ヘッドホンも付属されていない。 WM1 シリーズではすべて MAX との接続にも対応している。スティックタイプでスマートフォンとの荷台持ちを想定している。ソニーエリクソンの携帯電話でウォークマンの機能を内蔵したもの、音楽携帯。ウォークマンフォーンはローエンド端末からハイエンド端末まで幅広いラインナップがあり、ハイエンドの薄型端末も存在する。機種内の社事は日本国内向け。 日本では当初はウォークマン形態という故障が使用されていたが2008年に発売された W65S スミニーからは日本国内でもウォークマンフォーンと呼ばれるようになった。なお2000年にはソニー発の音楽再生機能付き端末としてアトラック3の再生機能が付いた C404S が発売されその後もどこも KDDI au 双方で アトラック再生機能付きの携帯電話の販売をしていたが、この時はまだウォークマンの冠は付けられていなかった。海外向けに販売されるウォークマンホーンは、MP3、AAC、HEAAC、e、EAC WA、WAV、WMA、M4R、リアル8とウォークマン顔負けの対応コーデックの多さだが、 ソニー主力のアトラック3、アトラック3プラスには対応していない。ただし、これは2007年秋以降の海外向けウォークマンも同様である。転送ソフトもディスク2フォーンというウォークマン、フォーン専用の簡易転送ソフトを使用する。なお、ドラッグドロップでも楽曲を転送できる。一方日本のウォークマン形態、ウォークマンフォーンは AU、KDDI。 沖縄セルラー電話向けのみ発売されており、対応しているコーデックは、着タフル、HEAAC 形式と、アトラック3、アトラック3プラスである。転送には、ソニックスティッチ、ソニックスティッチフォーリスも、または、AU ボックスを使う。なお、オークマン携帯の名称は使用しないものの、技術を採用した、携帯電話には NTT ドコモの SO903i、 SO905i があり、連続再生時間の拡大等が行われている。日本国内では、ウォークマンフォーンを関したスマートフォンは発売されていないが、同社、後のソニーモバイルコミュニケーションズのエクスピリアでは、ウォークマンアプリが内蔵されている機種があったが、2015年発売モデルからは、ミュージックに解消された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。